試合を終えた感想をお願いします。もう本当にほっとしたというか、今までしばらく自分から寝技に行くっていうことがなかったんで、自分も意外に試合で使える寝技を持ってるなと思いました。相手の藤原選手は、どんな印象を受けましたか？打撃、藤原選手の印象というか、まあ、自分がその最初のプランとしては打撃で勝負しようかなとは思ってたんですけど、1回1ラウンドの最初に組んだ時に、あ、これ寝技思ったより差があるなと思って、そこからこう展開を変えて寝技で勝負したみたいな感じなんで、思ったより寝技の力の差があったのかなと思いましたね。これで世界大会チケット手に入れたと思うんですけども、トリプル系での抱負を一つ、フィニッシュできる選手になれるように、いつかなれるように頑張ります。左足首にテーピング巻きながらでしたけど、はいはい、状態はあまり良くなかったんですか？状態は全然良くなかったですねいや、これ本当に状態良くなかったんで、すごく緊張しました。最後の1分半ぐらいは相手にもう自分の判定勝ちを確信してやらせていたという感じなんでしょうか？最後の1分半僕上になってませんでしたっけ？あ、そうじゃないです。あ、三角取られかかってたんですよ、そうですね。ちょっと僕疲れてました。疲れちゃってて、で、あまり寝技で僕があまりフィニッシュできる技がないので、そうですね、どうしようかなと思って、まあちょっとずるいですけど上で勝ってたかなっていうところありましたね。はい。